はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は信長の予防革新パープキット上杉景勝家康を討つ続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦のシナリオで、上杉景勝が関東へ乱入するというね、仮想戦記をやっていきたいと思っています。前回までにですね、まずあの徳川領であったこの柏崎港、ここを徳川から奪い取り、さらに徳川領であったこの柴田城、ここも奪取に成功しています。このまま南下したかったところなんですけども、我々の、まあ、領地としてですね、この酒田港が飛び地になっていたので、これをつなげるために山形城の最上義明を撃っています。これによって、山形城を手中に収めて、最上義明含め最上家中をですね、完全に吸収したという状態です。ここからですね、いよいよ徳川に攻略を仕掛けていきたいなというところですね。この鳥山城、ここに兵27,000、一方春日山城に兵30,000入っているので、これをうまく攻略していくには、どちらか一方に兵を集中させる必要があると思っています。今のところこのね、春日山城を標的にしようかなというところで軍略を練っているところです。では時間をゆっくり進めていきましょう。まずはね、まあ山形城最上との戦いで、少し、まあ、兵糧だったりお金だったりっていうところが不足し始めているところなので、これをしっかり再編してですね、しっかり家康と戦える力を整えていきたいと思います。米沢城の方にいくつか兵を輸送しておきましょう。承知しました。山形城が最前線になることはないと思うんですけども、米沢城結構いい場所にあって、まあ、例えばですね、伊達が攻め込んできた場合なんかにも、この米沢城の兵を使ってうまくね、守備できたりしますので、ここはうまく使っていきたいと思います。技術内政学者獲得してます。これ二期作をね、早めに研究してしまって、米の収穫量を増やしたいという意図がありましたので、早速やっていきましょう。二期作、技術適性を持つ武将がちょっと足りないかな。必要適性 B ですね。ちょっとここは内政適性 B ある人を呼び寄せましょう。一刻も早くやりたい、研究になってますので、内政適性の高い武将を探します。内政 B ってそんなにね、いないものではないと思うので、酒田港の春日を呼び寄せましょう。これで蹴りがつくかな。あとは、ひっきり なしにですね、軍事力の強化という意味で、歩兵を行っていきましょう。他の敵国大名もおそらくこれはずっとやってくる内容だと思うので、負けじとやるという意味合いが強いです。では、二期作ですね、研究できるようになりましたので、早速、二期作の研究始めましょう。これは兵糧不足に悩まされている我々にとっては、起死回生のね、内容になってくれるんじゃないかなと期待してます。であと、この柏崎港なんですけども、ここにあるですね、まあ普通の櫓、弓の櫓なんですけど、これ鉄砲櫓にマイグレーションしたいと思います。まあ一個ずつやりましょう。お、鉄砲櫓まだ獲得できていない。鉄砲櫓今研究中ですね。鉄砲櫓の研究終わるのを待って、鉄砲櫓にマイグレーションします。ちょうど鉄砲櫓できましたね。この時を待っていた。鉄砲櫓を建設していきましょう。だいぶ変わりますからね。柏崎に一人っていうのもなんだよな。ちょ、もう一人ぐらい呼び寄せますか。山形城を落として最上家を吸収したことによって、まあ、それなりに武将に余裕が出ているっていうのもありますからね。何人か柏崎に入れましょう。ここもどうだろう、防御施設、鉄砲櫓に変えていきましょうか。これでだいぶ防御力が増しますからね。
安心して、出兵できる、まあ、そういう状態を作っていきたいと思います。森山城に4万5千の兵が入ってますね。これおそらく攻め込んでくるな。それまでになんとかこの鉄砲櫓完成してくれればいいですね。1つでも2つでも鉄砲櫓が完成してくれれば十分に迎え撃てると踏んでいますが、逆に鉄砲櫓がない状態だと厳しいかもしれないな。歩兵はギリギリいっぱいまでしておきましょう。あと武将も雇えるものは雇っていく。まあ、家康はじめ徳川軍の武将むちゃくちゃ優秀極まりないですからね。これらと戦うにはやっぱり矢倉がねしっかりしたものである必要があると思ってます。ではさらに会津若松の城下ですね、ここで矢倉立ってるところを鉄砲矢倉にアップグレードします。さらに防御力をねこの後強化していきましょう。我が領内に向かって出陣。秀忠が会津若松に向かっていきましたね。鉄砲矢倉は完成してるのは2つだけ。ここはうまく迎え撃つしかないかな。うわ大軍勢だな。これとどう戦うかだな。米沢からも出陣せざるを得ないですね。出陣しましょう。なんとか敵をね、退けられればとこういうところかなと思います。ではまあ5戦がやっとかな。この後ね伊達も攻め込んでくる可能性あるので、ちょっとそれに備えて兵の数が2000ほどは増やしておきましょう。あと援軍が出せるかというと出せるところがないので、この会津若松2万の軍でなんとか持ちこたえるしかないですね。兵4万ぐらい送り出してきたかな。悲しいかな。鉄砲櫓は2つ、3つ目は完成間に合わないですね。あとはダメ元で援軍を求めましょう。外交要請相馬他どうだろう。防衛あるいは敵に攻め込んでくれる人がいればいいんですけどね、ちょっと見当たらないよね。そういう猛者はね。結城城に佐竹が攻め込んだところで位置関係的にはあまり意味がないからな。相馬、宇都宮城を攻めてくれるね、人がいれば大歓迎なんですけどね。宇都宮城今絶好の、ね、攻めるチャンスだと思うんですけどね。あとは佐竹が鳥山城を攻めてくれると、これちょっとダメ元でお願いしてみましょう。では戦いです。まあ、早速出陣、城から撃って出ましょう。結城秀康出たと始め、結構な舞台できてますね。さて佐竹に鳥山城の攻略要請しに行きましたけど失敗しましたね。今チャンスだと思うんだけどね、ここを攻める。今ここをね、戦い切るという覚悟で、行きましょう。会津若松から落城するわけにはいかないかな。志村隊は一応ここで待機して撤退する敵を潰します。影勝方針ですが、まあ、混乱をうまく使っていきたいので自分で
タイミングを見て先鋒は発動しましょう。なんとか敵をね、減らしていきたいというところですね。やりぶすまた影勝は残しといてもよかったかもしれない。白にね。見破れるね。ってくれよったの。先駆けも食らう。やるな。秀忠の軍に出てると。次のターンはコブをうまく使いましょう。気合を入れよ。金継ぎが老衆地点に入れたのか。そしたら一度城に戻って退却、同士討ちを引っ提げて再度出陣しましょう。同士討ちでかいからね。同士討ち、あとは混乱、この辺りかな。これでちょっと出陣して敵を潰していきます。お任せください。騎馬隊の威力を見よ。金継ぎがうまく同士討ちを発動してくれればこの敵の数壊滅できる。では志村隊ももうちょっと突入しておきましょうか。影勝を城に残しておいたのは正解ですね。敵の先鋒をことごとく跳ね返してくれるんで。金継ぎは同士討ちから混乱こぶとね、うまく先鋒の連携コンボが決まってくれると嬉しいですよね。で撤退してくる敵は志村隊で迎撃していきます。これで逃さず敵を全て討ち取る。同士討ち、城の防御力がゼロになった。ただ敵の数決して多くはない。これだったら倒せる。志村隊も秀忠を狙って進撃しましょう。二期作も獲得しましたね。相馬から交渉した。二期作くれって言うんだろう。あ、鉄砲やぐらか。これは金と引き換えておきましょう。金継ぎの追撃。かしこまりました。敵部隊壊滅しました。秀忠もここで撃破しましょう。敵将捕らえたり。花房隊も撃破して壊滅しました。これで完全に鳥山城を攻める後期が逆にやってきたと言えますね。志村隊も一度会津若松に入れて金継ぎも入れる。間髪入れずに出陣しましょう。ここでね、城を一つ取り南下する、その足場をねしっかり固めていきましょう。これは戦えるぞ。かしこまりました。最大兵力で出るとちょっと危険かな。さすがに3000ほどは残すようにしましょうか。まあ多分ね、傷ついた兵も回収しているので、このあと会津若松には兵は増えると思います。でこうして歩兵もしちゃいましょう。で忘れちゃいけないのが作りかけの鉄砲櫓、これの建設進めます。では時間を進めていきましょう。鳥山城を攻略していきます。真田が徳川に滅ぼされたのか。ちょっと早いな。
では兵2万で今あの鳥山城を、ね、攻略しかかっています。ここを全勝基地にできればいいかな。伊達の動きもちょっと気になりますね。 A 2万で岩出山城にこもっている状態ですね。柴田城で一気、これは早めに殲滅しておきましょう。術陣、最大兵力で出て一気にこの農民隊を撫で切りにしましょう。最上義昭もできれば同士討ちまでは早々に身につけてほしいかな。柴田城でたびたび敵が出てくれば、あとは関東の黒人衆が敵についてますね。これも、まあ、鬱陶しいけど今更なんでしょうがないかな。農民隊再び一騎、これ絶対敵のね策略にはまってますよね。タイミングが良すぎる。ここは出陣してまた潰しておきましょう。技術は金が欲しいので廃武器法残っている面々で、農民隊を撃破しに行きます。二奇策の効果もあってだいぶ兵糧にはゆとりが出てきましたね。じゃあ関東の黒人衆は協定結んでる、俺たちの味方だ。混乱からコブまでつながってほしい。つながった。この三連コンボ本当に強いよ。これでどうだ、鳥山城は落城させられれば宇都宮城まで一気に攻め込めるな。お味方が城内に突入しました。ここで勝利できたのは大きいですね。いよいよ家康を脅かせる、そういう好機がやってきそうですね。敵部隊壊滅、殲滅せよ。金継ぐの同士討ち混乱コブのコンボ連携かなり強力ですね。突き崩せ、南下政策がうまくはまりそうです。これで鳥山城をダッシュしました。これは大きい。早速武将を呼び寄せて、ここからもう一つ先宇都宮城攻略、これをねちょっと行っていっちゃいましょう。鉄砲もゼロだしね、これだったらいける。今そう踏んでます。人材をまず呼び寄せて、修復するところはね修復先にしちゃいましょう。で兵を送り出して宇都宮城を続いて攻略する。徳川からの返還の使者秀忠を捕らえていたのか。5万、身の代金5万ですね。ただ秀忠には死んでもらう。というかね、あの徳川の人材に関しては、全て処刑、していきたいと思います。まずは2代将軍秀忠処刑。これ相当衝撃走るだろうな。2代将軍秀忠が処刑されたと、この事実ね。というところでですね、じゃあ秀忠を討ち取ったということで今回ここまでにさせていただいて、次回ですね宇都宮城へなだれ込んで一気に関東へ乱入を果たしていきましょう。結城城を取って江戸を陥落させる、南下作戦がうまくねハマってくれればいいなというふうに思います。まあ、真田が滅んでしまいましたけどね。